はい、ドンピシャです。ペーちゃんくん。はい、テッドです。お願いします。お願いします。ね、というわけで雑談第159回放送が始まりました。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにてガインゲーテの公開収録という形を取らせていただいております。というわけで159回6月の、中旬でございますね。中旬でございます。はい、もうそんなかい。そうですね。もう中旬でございますよ。どうですか。そうですか。いや、どうですか。皆さんお調子は。なんかぺちゃんこさん忙しかったみたいですね。だいぶ。ぺちゃんこさんちょっと忙しい最中。いわゆる一つのお引っ越しでしょ。そうの、準備で今これまあ火曜日だけど、うん、まだ越してないんだけど、ね。おほうほうほう。その前のさ、ゴミ整理とかさ、持ってくものじゃないやつとかさ、仕分けね。そう。えぐいよね。捨てなきゃいけないものが大量にありすぎて、もうかなり断捨離する。いわゆる断捨離する。断捨ったんですか。断捨ったね。あれね。いや俺もそうだけど、まあ結構思い切るよね。これはもういいみたいな。悩んだら捨てるみたいなさ、もうそれでいこうと思って、そしたら俺もうじゃあ悩むもんがねえなと思ってさ、パソコン以外。そうなんだよね。案外何もなくてもみたいな。ゲーム機とまあパソコン周り以外でいるかなみたいな。まあそうね。まああとは衣服とかその辺ぐらいじゃないかな。俺も実家ごと引っ越した時はほぼほぼ捨てたからね。売ったり、まあ売れるもんは売って、他はもう捨てだね。漫画とかさ、売ったもん。漫画はもうね、本当にかさばるからね。かさばる。いや持ってきたいものいっぱいあるんだけど、めっちゃあったけどね、全部実家に置いてきたわ。でその引っ越し作業中に大体読んだ。もう一回最後の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 最後だけ読まして最後だけっつって。そう、さ片付けてるとさ、あこれ出てきたっつっていうのある。わかるわかる。この間出てきたっつって。そう読んじゃうね。あわかる。で進まないやつでしょ。全然進まなかったもん。次どこだ次っつって。なんならバキシリーズもさまた読んじゃったりしてさ、筋肉マンとかも全部読んじゃったりしてさ。いや持ってたよね。でも言って持ってたよね結構。いや言って持ってたよ。かなりあった。めちゃめちゃあったよ。全部持っちゃった。その辺は本とかはやっぱ一番最初に実家に置いてきてるたりはするからさ。で今回は実家からじゃないから、そうね、もう全部なくさなきゃいけない状態で。まあ初めてのだよね。だからもう洋服ももうこんなにいらないわっつって結構捨てて。でまあ家具家電とかはもう持っていく、新しくしようみたいなね。ベッドぐらいしか持っていかない。出た。あとはいいわと思ってめんどくせえから、パソコンデスクとかも全部。あ、新しくするんだ。新しくする。ちょっとね。金かかるぞ。金かかる。まあさっきドンさんにね、総額いくらか、まあ言ったら、あそんなもんなんだっていう。あ本当？俺もうちょっと行くのかなと思ってたから。いやわかんない。そのペイさんの総額がちょっとあれだからわかんないけど。でもね、なんか俺が想像してたのはね、結構高めの設定をちょっとしてたんだけど、3桁万円。行き過ぎ。それはさすがに。どんだけ無駄なもん買ってんだよ。結構買った。ほぼほぼ家電と家具は買ったんだけど、MacBook Pro よりはるかに安い。そうだね。安いね。でしかもペイさん結構さテレビとかもさ高いの買ってるじゃん。そうだね。それでそれかと思って、プラスエアコンもとかだから。エアコンだって高いじゃん。だと思うでしょ。なんかポイント使ったらさ、その買ったポイント使ったら2万円だった。やったーと思って。なるほどね。ントでは60万って言ってるけど、実際はすげえいっぱい買って30ぐらい、うん、あ、そんなもんそうなんだ。そうなんだよ。でテレビが10だから。そう、テレビ10でしょ。で洗濯機、エアコン、冷蔵庫、テーブル、パソコン、デスク、ソファー、うん、とか。あ、でも俺も5、6、そんなもんなのかな。だからまあ敷金礼金がそこで、ああそれはダメだよ。それは上乗せされちゃうから。初期費用はねもうダメ。あれはそうな、俺椅子10万、それはあるわ。ああ椅子で10万だもんな。ああそうじゃん、俺椅子10万乗っかるわそこに。ああなるほどね、はい、そうでした。何だからそのそんなにその家具とかまあ家電製品揃えるだけならそこまでいかないんだなっていう。そう、まあ物によるけどね、やっぱり出しちゃうといくからさ。そうだね、それはそう。なるほど、そこはなんかこう自分のいい塩梅で選んでいかないと乗せるだけ乗っちゃうから。まあそうだよね、いいものつったらこれだけはいいのにしたいみたいなのにしないとそうだね、やばいってことだよね。俺の場合もうパソコン周りはとにかくしっかりして、あとはあでもいいみたいな。そうですか。俺パソコンデスクはなんか安いの買っちゃったな。本当俺デスクいいの買ったよ。え、マジで？ちなみにいくらだっけな。だからその L 字にならねえっつう話のあれなんだけど、そうか、俺も L 字目指したんだけどちょっとね。あ、2人ともじゃあ L 字になってないってこと？俺は今 L 字ですよ。L 字、まあ L 字だね、一応 L だこれは。俺とりあえず1本買って、でなんかね出っ張りがあってさ、ちょうどのところに。でそこにまたプラスで今度横に新しい、普通のまっすぐのデスクを横に置こうかなと思って。おおなるほど、はい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 。で横今短いから150ぐらいのやつ買って、150、はいはいはい。今120ですげえちっちゃかったの。ああ120はちっちゃいかもしれない。でさあモニター2個置いて、でもう今 Mac を置く場所がなかったから、それで150にして俺7000円。おお抑えたな。え、7000円、7000円かもうね。いいね。天板のあれもない、天板があって4つ支えがあるだけ。なるほどね、それだけで十分だろうと。そう安いな。最悪パターンってなりそうだけどね。7000円で買っちゃったから。なるほど、いいんじゃないですか。すげえな。全然それでいけるなら全然いいんだよね結局ね。まあね、でもどうなんだろうか。まあ後々来るかもね、安さが。安さ来るかな。あ、安さ、いやでもパソコン代で安さが来たらやばいっす。やばいね。そうだね、ガタガタってなるでしょだって。ちょっとそこをね抑えちゃった。なるほどね。なるほど。まあまあそこはそれぞれだからね。だよな。2人とも洗濯機は結構いいの買ったの？テトさんはなんかすげえいい。そうですね、僕はもう本当にドラミングのやつ。ドラミングでしょ。でね、その俺もドラミングで行こうと思ってさ、一番最初思ってたんだけど、まあテレビがさやっぱり10万円ってさ、もう見るにしてもさ、やっぱそんな出せないじゃない。でもそうするとドラムだとこんなにするなってなって。そうね、なるほどね。バランスっていうか天秤にかけて。そうで結局ビッグカメラ行って、そのさ洗濯機の売り場にいる人に「どんなお探しですか?」って言われて言ったのは「洗えればいいんですけど」そうすると多分ねまな板出てくると思う。洗濯板みたいに出てくる。何キロで洗えれば大丈夫ですっつって。でまあいやいくらだったかな、もう忘れてねよ4万とか。でも4、5万そんなもんなんじゃないかな。普通のやつ。普通だよ。まあサイズにもよるだろうけど。ドラムじゃない。ドラムやっぱね憧れたけど。だってドラムだと10万以上するでしょ。10万、15万。15万とか20万とか。え、ちょっと待って、そうなると結構鉄塔さんいってるな。俺いってるよ。いってるな。うん。椅子で10万。洗濯機で15万でしょ。いやでもね、洗濯機はそのドラムに俺もしたいと思ってたのが、乾燥がねやっぱあるわけ。そうだね。乾燥機能ね。そう、熱風でさやってくれるんだ。ヒートポンプ。そう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 。うちのそうだわ。そう、それがさやっぱさ朝ね仕事行く時にやっといて、俺干す行為がさあまり好きではないね。いやわかる。ああまあまあまあ、そうね。うん。だからもう中に入れっぱなしで、横になんかねカゴを置いといて、そこにまあ洗濯するもの入れて、でもうドラムの中から出すぐらいのやつで行きたかったの。でもなんか壊れますよとか言われたりさ。それならもっと違うところにかけた方がいいんじゃないですかみたいなさ、よくわかんないのが来て、まあその誘惑に負けて、つやつにしちゃいました。冷蔵庫もそう。なるほどね。紐取れりゃいいっつって。冷蔵庫か。冷蔵庫ってなんかあるんですか、その冷蔵庫もサイズだよね。サイズ感。サイズ。俺も冷蔵庫すげえちっちゃくて安いの買ったから。うん。安いって冷えないとかそんなことないでしょ。ない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 。最低限。最低限は。最低限はやってる。一応氷も作ってくれる。ねえねえ。それだな。そうそうね。うん。でもその安すぎると霜取り機能みたいのがないから、今の俺の冷蔵庫そうなんだけど。霜取りはつけないと後々フランスパンみたいな氷が奥にできるから。マジ気をつけた方がいいよ。こんなでかい氷があると思って。フランスパンみたいな氷。いや本当にできんの。フランスパンみたいのができんのよ。マジで知らないでしょ。霜取り機能大体ついてるの。そうだね、大体ついてるから。大体ついてんだけど、すっげえ本当に安いのくださいっつって、本当に涼しくできればいいですっつって買ったやつだから、霜取りないですよって言われたけど、霜取りよくわかんないから、ああいや全然大丈夫ですっつったら、いやすごいね、フランスパンができた。ラッキーじゃん。なんかあんまり冷凍庫使ってないんだけど、なんかやたら物が前に出てきたなと思ってさ、で後ろ見たらフランスパンだった。でもコメントでも分かるっつってるな。本当にできるよねっつってるな。そうそう。マジフランスパンか。うん。あれだから霜取りはドンさんもし引っ越す時があれば、霜取りありますか。最低霜取りありますかって聞いた方がいいんじゃない。わかったわかった。まあ霜取り。霜取り冷蔵庫くださいっつって、霜取ってくださいって言えば。なるほどなるほどね。それちょっと気をつけよう。はいはいはい。そんなとこですね。そうですか。なるほど。いやでも楽しみですね。どういうそうだね、どういう環境なのか。ちょっとねおしゃれな部屋にしたいなって。まあ無理だよ。やっぱ無理。ああまあ無理。そうお金かかるもん、おしゃれにするの。ああまあそうだね。そうだそう。だってカーテンとかって結構高いでしょあれ。高いし、なんか時間かかる。来るのに。ああ。あれ俺もうカーテンつけたよ。あ本当に。うん。まあ初めにつけておいた方がいいよね。うん。カーテンだけ先に買って、もうサイズのやつで買って、でもうつけた。なるほど。なるほどね。大変そうだな。大変だね。ゴミが大変。ゴミもう行くまでがすごく大変です。こんなに持ってたんだぐらいの感じでした。終わってしまえばまあそうね。もうテトさんは落ち着いたんですかだいぶ。まあ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 。段ボールとかもないんですか。段ボールもうないね。もうない。うんそれはないでしょ。もうだいぶ経ってるよ。だってもう経ったか。1ヶ月経った。何箱ぐらいになった。1ヶ月は経ってないかな。何箱？うん。段ボール結局持ってったの。持ってくときはねほとんど持ってってない。あ、段ボールとかで持ってってないかな。スーツケースに詰め込んで。おお、なるほど。うん。あとは後部座席とかにパソコンモニターとか積んでとかね。うん。ああ、なるほど。それで来たからそんなだよ、本当にいいなあ。じゃあもう結構置いてきた置いてきた、うん、そう、まあ、それが ね、それができるのがね、うん、いいんですよ、うん、実家から越すの、うん、俺もそれで、まあそうだよね、うん、俺テレビとかなんかちょっとしたもんしか持ってかなかったから。そう次だよ、うん、次が大変ださあ、うん、あのね、そう言うの忘れてたじゃない、別に言わなきゃいけないことでもないんだけど、4K じゃないな、テレビに引っ張られてるな。どうした 4K テレビ 4DX んあ映画 4DX あれって 4D なんつうんだっけ、 4DX でいいのかな、何 4DX っていう 4DX か、うん、って見たことある？ない俺ね、この間初めて見に行ったの。おお、どうなの？何で見たの？あのね、何で見たの？ローガンを見に行って、ローガンで、うん、ちょうどいい時間にやってるのがまあなくてさ、うんうん、でその日俺すごい具合が悪かったんだけどなんか朝からなんかちょっと具合悪いなみたいな感じで、なんかツイッターでも言ってんの、風がうんぬんの時じゃない？そうあれのね、ちょっともう本当引き始めの時に具合悪いけど映画見に行きたいなと思って、うん、でそんなかやっぱ優先順位すごいんだよね。いやでも大したことないと思ってたんですその時。まあちょっとなんかだるいし、喉が朝起きた時すげえ痛かったけど、うん、大丈夫だろみたいな感じで、うんうん、でローガンを見ようと思ってたんだけど、うん、ローガンっていうのはウルヴァリンのやつね、話ね、X メンウルヴァリンの話ね、はいはいはい、でそのローガンをちょうど見たい時間にやってるのが、うん、その 4DX しかなくて、うんうんうん、わあ初体験だと思ってさ、うん、でまあ見に行ったんだけど、うん、すごいね。何？あのね、座席が、うん、あれ4つセットなのかな、4つ1個セットみたいな感じなんだけど、おそらくそれがこうパパパパっていっぱい並んでる感じで、うん、とにかく揺れる、水出てくる、光る、うん、水出てきちゃう、匂いはちょっと分かんなかったんだけど、水出てくる、一番最初になんか 4DX 濃いんですよみたいなのがちょっとやってくれんのよ、試運転みたいなの。そこでなんかもう右へ左へ前へ後ろへ傾くのまずそうでさらにピシャッと音がしてメガネにピャッてかかるの。うわ俺もそれですごいテンションすげえ下がってさ、もうこれ見れないじゃん俺と思って、こんなんやられたらと思ってね、本当にね、メガネが水ぶっかけられたみたいな感じ。本当にちょうどメガネちゃんとくるの、ちょうどメガネに全部にピシッついてギャーってつくの嫌がらせじゃねえか。そうだから俺もう苦笑いしながら取ってさ、自分の服で拭いてさなんだよこれっつってうわそうでまあ結局見たんだけどさ、なんかね、その画面、椅子が揺れるっていうのが、うん、画面の動きにまあ基本的に対応して揺れるんだけど、うんうん、どういう時に揺れるかっていうと、例えば、うん、車のドアをバンって開けました、うん、バンって音するでしょ、うんうん、その時にブルッて揺れるのでバンって閉めた時にパラッて揺れるの。そういうやつで、うん、で例えば車ハンドル左に切るとなんかちょっと左に傾くとか右に傾くとかでさ、なんかね、まあ基本的に映画に集中できないわけよ、全然。すげえ揺れるから。そんなできないね、うん、で誰視点のその振動か分かんないでしょ。そう、うん、最初だから俺はそのローガンだからウルヴァリン視点でやっぱ見ていくじゃん、主人公だから、うん、でもウルヴァリンが車を降りた時のパターンでバッて揺れちゃうと、そうこれ俺車なのかなってそうだよね、俺は今車なのかなって思っちゃうでしょ、うん、そうでね、まあ車椅子の人出てくるんですよ、いわゆるプロフェッサー X なんですけど、それが進んできてグーってこうなんかちょっと円運動を描きながら止まると、それに合わせて俺も揺れるの。わあれ俺車椅子なのかなみたいな俺はなんだそれやっぱ動くものにどうしてもねなっちゃうよね。やっぱね、多分その 4DX の技術をやりたいがためにとにかく詰め込もうとするわけよ。はい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 、いろんなものをね、ここで揺らせばいいだろみたいな感じのことになるからね。そうそう、あ、ここで今あれがあるからちょっとここ揺らそうぜみたいな、多分その揺らすボタンを押してる人がやってると思うんだけど、それでやられて、でもねすごいなと思ったのは、銃を撃たれた時になんかまあ主人公に当たってません、ちょうどギリギリ避けましたって時に顔の横に空気がファッていく。お、すごい。それはねちょっとなんかおってびっくりしちゃったけど。へえ。まあでも結局なんだろうな、やっぱり映画に集中できないっていうのと、あのね前に前傾姿勢になる感じの時もあるの。特に多いのが画面がズームされる時とかに、ズームされる時とかにね、なんかちょっと前傾姿勢になるの。それも謎なんだけど。謎だね。そうだから主人公の顔にグワーってカメラが近づいていくと。なんか俺も並んでいてまるで俺がカメラのクレーンを操作しているかのごとくグワーって斜めになって近づいていくみたいな。そう俺がカメラマンなのよその時は。でさ、そういう時にやっぱりどうしてもさ、映像に集中できない時ちょっと周り見ちゃうんだけど。いや見る見る、絶対見るよ。なんかそのやっぱねそんなに人数多くなかったんだけど、まあ端に座るじゃない。で俺も端に座ってたんだけど、で中央通路があって。おじいさんとかがなんか多かったの。あ、そうなんだ。そうそうそう。まあカップルとかもいたんだけど、で一人で来てるおじいさんとかがさ、その前傾姿勢で斜めになってる様とかを見ちゃうとさ、面白くなっちゃってさ。いやだよね。これ何なんだろうと思って。4DX すげえなって思った。格闘シーンとかはどうなってるの？あ、もう揺れる揺れる。あ、揺れる。バンバンって合わせてドカンドカンドカンつって。想像してるよりも揺れるから本当に。あ、マジか。そんなかみんななんかちょこっと揺れるみたいに想像してるかもしれないけど、結構揺れるし、なんならちょっと俺ずり落ちちゃうかなって思うぐらいの不安感も得る。それ下手するとだいぶ酔う人いるんじゃないの？いるかもね。だから本当アトラクションだよね。簡単なジェットコースターというか、子供が乗るやつみたいな感じの。なんかね、まあだから一回体験するのは面白いけど、映画選ばないとまずいなみたいな。ああ、それはありそうだね。ねえ、まだまあそれでもローガンはねちょっと想像以上にアクションっていうよりもストーリー重視のお話だったからあれなんだけど、これがもっとなんかストーリー重視のねやつとかだったら。どうなるんだろうみたいな。ショーシャンクとかで出てきたら。そう、ショーシャンク 4DX とかさ、まあショーシャンクはでもまあまだなんかあるけど、ねえなんか他にもっとお葬式みたいなのが、どうなるのかなってねえのかな。ねえんじゃないですか。あったら逆に面白そうだなって思うんだけど、送り人 4DX みたいなね。そう。限られてくるのかなやっぱ。どうなんだろうね。作品によって。まあでもね一度体験するのはいいかなって思った。あ、マジか。それ用のやつがいいな。でもなかなか 4DX 用のなんてさ用では作らないとは思うけど、まあでもアクション多めなやつとかだとより楽しいっていうか、それしか多分やんないと思うんだけど。まあでも俺は一人で行ったからさ、その誰ともこの感覚を分かっちゃうことができないからかなりその自分の中で消化していくしかなかったけど、誰かと一緒に行ってこれアホだなって思いながらやるのはちょっと楽しいのかなと思ったね。なんかトランスフォーマーとかいいんじゃないの？ああ、いいかもしれないねトランスフォーマー。でもねクソ長えからトランスフォーマー大体。そうなんだ。疲れちゃうかもしれないけど。またやるよねトランスフォーマー。トランスフォーマーやるよね。もう正直どうでもいいんだけど。全然見たことないからさ。トランスフォーマー？ああ、まあでも別に大丈夫だよ。俺コンボイの謎しを知らないからさ。バラバラ。残念ながら。俺もそうだわ。そうなんですよ。まあローガンは良かった。ローガン良かった。ローガンは良かった。まだちょっと見てないんですよ。あれはいいと思いますよ。あとそう一人で行ったと言ったら美女と野獣も見に行ったな。あ、見た。俺すごい好きなんですよ。俺はね正直美女と野獣っていうお話自体がそんな好きじゃねえ。あ、もうだからあれでしょ、原作がそんな好きじゃないっていう話でしょ。そうだね。てかまあ美女と野獣のストーリーご存じない方はそんないないと思うけどさ、最終的に戻っちゃうのってさ、うん、なんかあそこでいつもがっかりしない野獣の方がかっこよくないみたいなさ、大体の人思うでしょ多分。あ、そう、人の顔になったらあんまかっこよくねえなみたいなさ、思わない？まあまあでもいい話だなと思います。あ、そうですか。僕は、ちょっとああいうのちょっと弱いね。ああいう、そう、うん、結構ね、あ、俺ああいうね、てかディズニー映画結構好きな方だから、あ、うん、結構やられちゃうね。そうか、もうすんなり入ってきちゃうね。すんなり入ってきちゃう。ディズニーがすんなり入ってきちゃう。ディズニーすんなり入ってくる。スタンバイ。あ、そう。うん。最近、あ、でも最近そんな見てないかな。だからわかんないけど。うん、そうね。なるほどね。はい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 。まあそんな感じでございまして。は。まあもう間もなく父の日だそうですね。うん。おお。というわけで、まあ皆さんからですね、まあ父に関する何かあったら送ってくれってことで一応ゆるく募集はしてるんですけど、うん、父の日ってなんかします？まあ、どうしようかなと今悩んでる状態で、何をまずプレゼントしようかなっていうところで悩んでて、そこだよね。かなり悩んでるんですよね。お酒なのか。でもお酒ってさ結構無難というか、まあ多いと思うんだ。お酒渡す人。いや、まあまあまあ、そのよく飲む父ならいいんじゃないかな。それなりには飲むんですけど、なんかだ、うちの父、あの何回か話したことあるかもしれないけど、狛犬が大好きなんで、はい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 、狛犬関係のなんか、あの狛犬飼ってやる、玄関に立ててやれば、うん、狛犬茂の顔した、そうね、なんか狛犬に絡めたことができればいいな。狛犬に絡めたグッズってあるのかな。なんかね、アマゾンで一回見たの。ああ、狛犬。そう、狛犬検索した。狛犬検索した。うん、したらどうなる？まあなんかしょぼめの、まあ小さくなったやつ。狛犬がね。そうそうそう。なんかシーサーみたいな感じなんじゃない？だから。そうそうそう、なんかね、シーサーとかもあったりした。ああ。いや、どうなんだろうこれっていう。ちょっと、なるほどね。あとはまあ本当狛犬関係の本しか出てこなかったから。狛犬本？狛犬本、狛犬図鑑みたいなのが出てきてるから。全国狛犬協会が作ってるやつね。そう。あ、カメラいいじゃん、カメラ。狛犬撮る用のカメラ。ああ、なるほどね。あ、そのどこ狙っていくかにもよるよね、カメラだと。俺全然わかんないんだよ、そういうカメラ。そのお父さんがカメラかなりこだわっちゃったりしてたらさ、変な部品あげてもいらねえってなっちゃうでしょ。これじゃねえんだよとか。多分ね、こだわりはねそんなないと思うんだけど、今多分ねデジカメかなんかで撮ってるんだと思うんだけど。ああ、なるほどね。なんかやたらハイテクなの渡しちゃうとさ、使い方わかんねえっつってさ、終わりそうだね。撮れるぐらいのやつ、映るんですぐらいじゃないと無理でしょ。いや、さあもうちょいいけると思う。もうちょいいける。巻き方わかんねえかもしれないけどな。わかるわ、その辺は。わかる。マジか。そうするともう子供が使うやつだよね。子供が使うデジカメみたいなやつ。なんかもうなんかいいのねえかなと思うんだけど。デジタル一眼みたいな、なんか楽なのあるでしょ。あ、そうなの。デジタル一眼。ああ、あるね。俺はもう、うちは父がカメラいっぱい持ってるから無理だ。あ、そうなんだ。鳥撮ってるからさ。ああ、一応ね。そうそう。鳥だからちょっとね無理なんだよ。カメラは。レンズあげりゃいいや。いやー、もうどれがあれなんだか全然わからん。ああ。もう迷うな。もう時間もないですよ。もうね、時間ないよ。なんかちょっとしたもん頼む、難しいやつ頼むと多分届かない可能性があるからね。うん。意外とまあ残らないものでいいんじゃないかなと思ってさ、まあね、うなぎあたり行こうかなと思ってね。ああ、普通に季節的なやつ。そう、まあそうだね。もうすき家とか牛丼さんも始まってますからね。すき家のうなぎね。いいんじゃない？いいんじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん。すき家の方牛丼買ってんじゃん。うなぎ関係ねえじゃん。半分つのやつ。そうね。そうか。今何にしようかなって迷うよね。迷う。俺はもうなんかレッツ関係のでいいやつってさ、うちの父母は浦和レッドダイヤモンズの大ファンなので、ああなるほどね、なんかレッツのショップ見に行ってさ、初めて生まれて初めてレッツのそのいやネットのねショップ見に行って、あ今こんななってんだっつって、25周年じゃねえかみたいな、あもうそんなか、でも何持ってるか分かんないけど、まあかぶっても特にいいだろうっていう、なんか電波時計みたいなさ、まあまあいろんなとこに置いておけるから2個あってもいいんじゃねみたいなの注文したけど、一緒に試合見に行けるじゃん。どうだよ。あのね、一度見に行ったことあるんだよね、かなり昔に。子供の時に。うん。でもわかんない。その時は何もなかったけど、うちのお父さん暴言吐いたりしてすごいへこむからさ。死ねーとかさ。わあ、やっぱ赤い悪魔だな。そう。かもしんないじゃん。でもうちのお父さんすごいフーリガンかもしんない。そうだよ。ダメダメ。そこはわかんないでしょだって。レッツはねダメな。今はわかんないけど。いや本当にねレッツはね怖い時期があったんです。今も俺もわかんないけど。まあ問題もあったしね。大変だよ。俺マリノス側で試合見に行って、レッツとなんてやったらさ。そうでしょ、大変だよ。レッツファンはね、まあそういうね、今は分かんないよ。今は分かんない。昔はそう無観客試合もやりましたからね。あまりにもやりすぎて。熱いのかな。そう。いやあのね、どうなんだろう。でも多分気持ちはねちょっと分かるというか、その感情移入しちゃう感っていうのは、やっぱね浦和っていうのは。昔から虐げられてきた町なんですよ。そうなんですか。そう。だから埼玉自体がまず、まあ他県から結構バカにされがちなのね。いわゆるダサい玉って言われがちなの。でその中で浦和と大宮っていうのがあって、大宮には新幹線止まりますっつって、浦和止まりませんみたいなのがまああったりして、で浦和なんもねえなっつって、レッズも最初弱かったしさ。弱かったね。そう。というのでなんか浦和はねこの劣等感が多分ねすごいです、浦和市民は。それが爆発してるんだと思うんだよね。サッカーでそのそう大事ですよね。浦和はそうだよね、サッカーで盛り上がろうっていう感じだったよね。そう。なんかそれしかないからみたいなのなんか前見たもん。そうなの。さすがにお父さんも落ち着いてるんじゃないもう。いやーお父さんでも。遅くしてレッツファンになったからさあ、まだそのなんか高校デビューじゃないけどちょっとデビュー遅いんじゃねえかなって。なるほどね。もともとねおとなしいお父さんなんだけど、ひょっとしたらこの熱の入りようはひょっとしたらみたいなね。マジか。なんかもう実家帰るたびにねしょっちゅうなんかレッツのホームページじゃないけどなんかねレッツファンの集いなのかなみたいなページ見てるし、わあいいな。いやいいよ、羨ましい。すげえな。そうすげえな。ちょっと行き過ぎてる気もするからポケット確認しといた方がいいよ。レッツファンは大体発煙筒持ってる。ポケットの中ね大体ねなんか円柱状のものあったらちょっと注意。そうお父さんひょっとしたら持ってるかもしれない。発煙筒、発煙筒をプレゼントした方がよかったから。ああいいんじゃない。投げろよこれっつって。そう。なるほどね。なるほどね。そんなね熱くなれるのはすごくまあね羨ましい。ああいやいいことだとは思うんだけど。まあご飯には行こうかなと思ってるんですけどね。ああいいね。まあご飯プラスのなんか渡せたらなぐらい。なるほど。いいじゃないですか。とは思うんですけど、どうなんですかね。皆さんはどういうあのね別にね父の日うんぬんっていうのはねほとんど送ってもらってないね。ああなるほど。どちらかというとこんなお父さんですみたいな。ああはいはいはい。お父さん紹介？お父さん紹介が多い。お父さん紹介ね。うん。例えばね、ルトンさん男性の方のお父さんは。実は私の両親は10年ほど前に離婚していて10年間父とは会っていないのですが2017年の5月に古い女性の友人から連絡があり「お前のお父さんホストしてるよ」しかもナンバーワンホストだよと言われ驚き確認したところ本当にナンバーワンホストをしていました。これは私にもホストになる才能があるということなんでしょうか。どう思いますかとか。まあ場所によりきりだとは思うけど、おいくつぐらいなんだろうね。そこだよね。そこだね。案外若い自分のさお父さんに重ねちゃうと結構年いっちゃってるけど、それこそ高校生とか大学生ぐらいだったらまだまだ、そうだよね。まあそうだね。まだまだ現役。16歳ぐらいの子がとかで20歳とかさ、18とかでこれ。そしたらだって30後半とかでしょ、40代とかでしょ、全然いける、ナンバーワンいけるんじゃないの？いけるんじゃないの？へえ、すげえな。すごいね。でも久しぶりに見た父がホスト、ナンバーワンホストか。なかなかなもんだね。なかなかだね。なるほど。すげえな。他には、膝曲がりあかり AKVR 春崎さん、男性の方。父の話を軽く募集されていたので、私の父親のような人のお話をします。私の父親のような人は、まあいろいろあり、私と私の母と同じ家に住んでおります。なるほど。血がつながってないとかそういうことなのかな？妖精とか。昔の私はポケモンや塊魂などの可愛らしいゲームをしていました。しかし、父のような人と出会って、その人が FPS ゲームをやっていたのを見るうちに、自分自身もハマっていきました。その他にも漫画やゲームの趣味がその人のおかげで広がり、今の自分には欠かせない人になりました。人生何が起こるかわからないものですが、悪いものでもないなと感じておりますと。誰なの？誰なんだろうね。再婚も別にしてるわけじゃないってこと？まあそこはしてんじゃない？してるんじゃない？してるのかな？わかんない。そこはわかんないけど、まあ自分の中ではいまいちこうしっくり父親だっていうふうにはやっぱり来ないみたいな。そういうことなのかもしれないね。のがあったってことなんじゃない？なるほどね。なるほど。まあそのあるよね。ダメな父が結構いるな。ダメな父？松下さん、男性の方。テーマが父親ということで、私のうんこなおやんずについて、おやんず、おやんずっつってんのかこれ。について、書きたいと思います。今は離婚してさよならしてます。離婚するね、みんな。するね。大体するね。まあ確かに、でも小学校の時からいたよな。まあいた。するんだみたいな。あんまりピンとこなかったけど。割とまああるんだなっていうのは。私の父親は、これはまあ有名な会社名だから読まないようにしよう。に勤めておりました。寝坊したから休みますとか、1ヶ月有給が取れたりとか、自分が社会人になって今では考えられない待遇でした。いろいろあり退職をしたらしいのですが、退職金は4000万。わあ、出るね。出るね。出るね。1000万円で家のローン等を払い、当時学生だった私の学費ということで少しいただき、とりあえず3000万円口座に残っている状態になりました。1年後その口座を見ていると、なんとマイナスになっていました。あら。父は1年足らずで3000万円以上使ってしまったのです。使えるか。物が増えたりとかではありません。全部ギャンブルです。それはいくね。それはいくわ。1ヶ月250万円使わないといけません。1日8万円を使わないと1年で3000万はなくなりません。奇跡です。いや、1日8万なんてギャンブルやる人一瞬でしょ？余裕でしょ。特に競馬とかよりももっと立ちの悪いやつあるからね。パチンコパチスロをやる人って平気で行くからね。行くね。次っつって当たるまでやっちゃったりするから。このことで離婚は決意し、今では自分が大黒柱みたいなものになっておりますと。なるほど。ございまして、まあ大変なご苦労されてますな。それは大変だ。ギャンブルね。ギャンブルね。ギャンブルはやめたいね。俺もハマんなくてよかったなっていう感じ。人生がギャンブルみたいなもんになっちゃってるからな。本当だよな。そうなるからね。絶対ハマるから俺絶対やんない。いや、わかる。お金がだってポコンと出てきたらほんとね。そう、当たる時は当たるからほんと。俺最高1000円で10万ぐらいほらもうちゃったことあるから。パチンコすごいね。いやもう事故だね。でもね、俺はハマんなかった。なんかね、やっぱね、周りを結構見た方がよくて、で負けてる人とか見てるとほんとやっぱね、次々お金を使ってるのよ。そうだね。それを見ちゃうとね。俺も浪人中かな、うん、なんかに連れてってもらって、うん、そうパチンコかななんかやった、うん、スロットかなみんながハマってたのやったんだけど、まあ当たるんだけど、うん、もうなんか。怖くなっちゃってさ、俺さそもそもほとんど俺浪人中とかお金持ってなかったから、うんうん、その日の飲み物代だってきついかなみたいな感じで言ってたのに、なんか当たっちゃってなんか何千円だみたいになった時怖くなってさ、うん、で周り見たら「ああ外れたな」みたいな「チクショー」ってなんか笑いながらお金を投入している彼がいて、まあそうだよね、そうなるよねそう俺あこれ無理だなと思ったね。もう結構ね慣れてる人はもうお金まあ運ももちろんなんだけど、どっちかというとねもう本当ゲームを楽しむような感覚ねやってる人が多い。そう言うね。まあそうだ。俺はその感覚になれないからさ、嘘つけと思いながら楽しいからいいんだよみたいなこと言って、本当かなと思ってさ、お金だってどんどんなくなってくぞみたいなね。いやバカだよねあれは。あれはバカだなと思う。すぐ溶けるでしょだって。いや溶ける本当に溶けるよ。ああそうなんじゃない？ダメだよ。あれはまずいですよ本当に。怖いよね。うん。俺働いてたりもしたから。ああなるほど。一時期うん友達。あれってなんかきついって話聞くね。いやでもね。そうでもないの？まあきつい時はきつかったけど、いやどっちかっつうと音がうるせえのとタバコの匂いが半端じゃないっていう。ああそれはしょうがないわ。体に間違いなく良くないなっていうところだったね。なるほどね。でまあそれがあったからその冷静にやっぱ見れるじゃない、うん、お金使う人の、うん、いやこれはまずいなっていうふうにやっぱ思うもん見てるとまあとかなんとかうちら言ってますけど、うんうん、あれでしょ君らもそうなのかな MMO 昔 MMO とかでさお金いっぱい突っ込んだんじゃないのあれギャンブルじゃねえなそうね感覚としてはそんな変わらないと思うんだよね。いやいやいやむしろもっともし洋服があったからやってるだけだってまあそうだねモンハンのさガチャとかちょっとギャンブル要素高いからね。そうだ感覚としては結局似たようなまあ似たようなもんですよ。だってそれ言ったら帰りがそうだね帰りがデータっていうね帰りがデータなんだよね。鉄塔さんあれでしょロルロルはさでもさガチャじゃないじゃん。まあガチャじゃない。あれは買い物だからデータだけど。まあそうかそうか。結局データなんだよ。データだけど買い物あれは一応買い物だから。まあまだまあ別にだけど。そうかちょっと違うな。うん。やっぱギャンブルとは違うね。まあそうだね。いやでも本当俺も昔はそういう MMO えぐいのいっぱいあったからな。あったよ。ああ本当その成功率を上げる薬みたいなさ。はいはいはい。武器を作るときにね。うん。成功率を上げてくれる薬が何百円ですみたいな「いやー買え!」みたいなさそうなんだよな失敗したみたいなさ買うよそりゃあれでもうウェブマネーをつぎ込んだつぎ込んだそうかやばかっただからね感覚的にはちょっと似てるな。そう結局誰しも持ってるんですよそういう部分を。だって今携帯のさまあ俺らあんまやんないけどアプリとかでもそういうのってあるんでしょ。まあガチャとはねいわゆるガチャまあガチャだよねよく聞くじゃん。それにつぎ込んでる人たちいっぱいいるでしょ。いるいる今の世の中は。ボタン一つで課金ができちゃう結構 3,000 円とかでしょだってあれ多分さ。はいはいはいねえ簡単にいけちゃうからね。一緒だな一緒だ一緒かお金を一瞬で浪費するっていう意味だよね。怖いね怖いね。なるほど。でもだから気持ちは分からんでもないんだな結局な。そうだね。続きましてどうしようかな。あでもやっぱコメントでもなんか課金してるな。 FGO ってなんだか分かんないけど FGO ってフェイト違うかなフェイトなんちゃらかんちゃらなんとかかんちゃらなんちゃらオンラインあれじゃないフェイトグランファイトって書いてある。あフェイトフェイトグランドオーダーっていうの7万。なるほど正月だけで30万だって。マジか。ああ。すごいね。その30万あったら何ができたんだろうって思ったらさ。思ったら終わり。思ったら終わりだね。それ終わり。俺はそれを思って、その MMO やった時に、思ってもう冷静になって、あっつって、そうか、みたいな。俺も課金、スマホのゲームの課金、ちょこっとした時に、あ、このお金あったら、まあ何千円とかだけど、このお金あったら何できんだろうって思って、最近はもうめっきり課金しなくな。そうな。まあそのパチンコとかさ、ああいうギャンブルの立ち悪いのって帰ってくる可能性があるから立ち悪いんだよね。まあね、次でいけるとかっていうのがあるんでしょ。次で今入れた分が戻ってくるっていう、それがあるからまあいっちゃうんだろうな。ここでやめるともったいないみたいなのがあるんでしょ。そう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 。でそのなんか自分が立った席を立ってさ、もうダメだっつって席立って次に座った人が出ちゃうとかっていうこともあるから、もうちょっとやればもうちょっとやればみたいな、あの感じね。続きまして野原チンコクセさん、男性の方。僕のお父さんは車が汚いのを春は花粉のせいに、それ以外の季節は黄砂のせいにします。本当は洗ってないから汚いだけなのに。それさ、鉄塔さんの読み方もさ、そうだね。読み方も悪意あるよ。まあそうだね。こんな名前つけるから大体バカなんだろうなっていうところから来てるでしょ。アホ臭い感じでやってるよね。こいつ多分バカだからバカに読んでやろうと思ったでしょ。いやでもだってこの書き方、これしか書いてないんだ。それしか書いてないの？これしか書いてないんだよ。で名前が野原チンコクセだよ。チンコクセか。バカでしょ。いやバカだね。まあそうだね。100%バカだね。車ね。車か。車全く興味ない。車こだわる人とかはいるだろうな。うちもファミリーカー。実家おとんファミリーカーしか買わないから、そんなにこだわらないけど。車こだわる人ってさ、あの前に住んでた家の時なんだけど、その毎日うちの近くで洗車してる人いたの。あれはもう何？性格上の問題なのかな。それとも車大好きなのか。なんじゃないかな。多分自分の車いつも綺麗にしておきたいみたいな。すごいなと思った。本当にあれは多分ドキンなんだろうな。どうなんだろうかな。絶対ドキンだと思う。うちの父ちゃん休みの日に洗車するけど、その日必ず雨降ったよ。意味ねえじゃん。そうね。意味ねえじゃん。また降ってきたっつって洗車したのに意味がねえとは言ってた。車関係だともう一個あって、ラブホさん、男性の方。父自慢は愛車がポルシェ、真っ赤なホイールの黒のボクスターってこれ社名ねを見かけたら、私の族上がりの父かもしれませんので決して目を合わせないでください。つれえな。めちゃくちゃかっこいいだろ俺の親父マジマンジと。族上がりなんだ。族上がりなんだ。やばいね。ポルシェ乗るの族上がりの人ね。旧車とかじゃないのなんかね。どうなんだろうね。どうなんだろう。わかんない。その辺のあれはわかんないけど。バニブチが乗ってるようなやつ乗るんじゃないのかな。何乗ってたか忘れちゃったけど。何乗ってたか忘れたね。なんかすごい車高の低い。なんか乗ってたね。サバンナ。違うな。なんか乗ってたんだけどな。バイクしますね。誰の？ジェイソンの。何の？ぶっ込みのタク。ぶっ込みのタク。出たね。出たまたそれ。いやもうわかんねえんだそれ。いやまあ暴走族の話だからさ、ちょっとさすがに。ほらコメントも止まっちゃったじゃん。本当に？なんもないじゃん。どうした？ぶっ込みのタクはね、本当読んだ方がいいと思うけどな。読んだ方がいい？マジ面白いから。まあ面白いとは思うわ。バカだなって思う。バカだから本当に、そうなの、超面白い。今まあ読まねえな多分。お前漫画はそんな読まないもんね。漫画読まない。まあでも今度なんか漫画喫茶とか行く機会があったらちょっと読んでみよう。そうだね、ぜひ読んでほしいね。今読むと多分より面白いと思う。うん、そう？うん、面白い。いろいろなんか思い出すこともあって。でこんなことには絶対ならないってなると思うけど、こんな現実絶対ないと思うけど。フェアレディ Z か、なるほど。フェアレディだったかもしんない。揺れて。続きまして、うん、西森イーストウッドさん、男性のお父さんは、うん、はい、私の父67歳は6年前まで1日60本もタバコを吸う。60本3箱か。超ヘビースモーカーだったんですが、あることからきっぱりとやめました、うん、そのあることというのは2011年の震災のちょうど1ヶ月後に、父は心筋梗塞で一度心臓が止まってしまったのです。いろいろな偶然が重なり一命を取り留めましたが、それからというものタバコを一本も吸わなくなりました。父は2年前から心臓あたりが痛くなるということがあったらしいのですが、いつもタバコを吸うと治るとごまかしていたらしいのですが、いそうだね、なんかね、それが治んだからよっつって、それで60本吸ったのか。結果こういう形になってしまいましたという感じで。なるほどね。60本ってすごいね。60本すごいわ、すごいわ。俺具合が悪くならないと吸えない、多分そんなに。そうだよね。なかなかそんな、60本ってもうほぼほぼ加えてるぐらいの勢いじゃないの？そう。スパンは半端ないよ、多分。半端ないと思う、多分。ねえ。回吸い出したら3本ぐらい一気に吸うんじゃないかな。そうだよ。すげえな。すごいね。それはすげえ。いや、間違いなく。心筋梗塞になってもおかしくない。まあ体には良くないだろうね。治ったというかあれだね。よくてよかったね。ね。今後も気をつけていただきたいところですね。続きまして、大丈夫大丈夫系ナリーさん、女性の方。うちの父は大丈夫大丈夫が口癖の大体のことならへっちゃら野郎です。父の実家がうちから車で1時間ほどのところにあるのですが、今はもうおじいちゃんもおばあちゃんも他界しているため、たまに父が実家に行ってうちの管理をしています。実家に行った父は薪ストーブの薪を電動のこぎりで切っていたところ、薪ストーブってすごいね。すごいね。手が滑って左足の土踏まずのところをサクッと切ってしまうそうです。痛え。想像すると超痛え。相当の出血があったようですが、大体へっちゃら野郎の父は片足で風呂場まで行き、水道水で傷口を洗い流し、これが一番痛かったそうです。痛いよ。親戚のおじさんに迎えに来てもらい、うちまで帰ってきたそうです。もちろん帰宅後も出血は止まらず、整形外科に連れて行ったところ、結果7針縫うことになったそうです。そりゃ縫うよ。病院の先生にも驚かれていたというか、呆れられたというか。すごいね。この他にも胃がんの手術での翌日に病院の庭を散歩して先生に怒られたり、とにかく無茶が多くて娘としては少し心配です。だそうですよ。余談ですが、ペイさんのお父さんが大好きな矢沢永吉さん、フェスのシークレットゲストで出演して一度だけ生矢沢ライブを体験したのですが、全身白スーツでめちゃめちゃかっこいいオーラ満載でした。もちろんタオルも投げました。いやー、投げるよ。あーはーのとこで投げた。あーはーのとこ。いいじゃん。痛い痛い痛い。足をさ、ビャッて切ったことある？画鋲踏んだぐらいだな。足は。俺さ、なんかで話したことあるけど、当時小学生かな、多分小学生ぐらいの時、あれが好きだったの、体操のさ、ガンバフライハイ。が好きでさ、あれで倒立の仕方っていうのを12巻ぐらいで教えてくれてるのよ。倒立の練習するときは背中を壁に背にするんじゃなくて、逆にするんだよね。腹を向けると壁に、それをそうすると肩がしっかり入って姿勢がよくいいから倒立がしやすくなるって。俺もあれやってたわ。やってたでしょ。それを俺ね、おばあちゃんの部屋で練習してたの。おばあちゃんじいちゃんの部屋で、なんかわかんないけどちょっとここでやらしてみたいな感じでやってたら、バランスを崩して、その何、おばあちゃんじいちゃんの部屋にあるまあちょっとしたドアがガラスになってる部分があったの。そこの部分に足を重く突っ込んで、やばい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 で、親指の横のところをグリってちょっとなんかえぐったような感じの、まあちっちゃめなんだけどえぐってますみたいな。ちっちゃめにえぐったのね。そう、ちっちゃめにえぐりましたみたいな怪我をしたんだけどね。いや本当に痛くてさ。痛いだろうね。結局縫わずに済んだんだけど。えぐれたのに。えぐれたのに。でも未だにちょっと跡残ってる。ああ、なるほど。痛えんだ本当に。いや痛えだろうな。足をなんか怪我するって。足怪我すると。大体息できねえからな。いや、そうなんかね、変な感じになる。なんか足ってさ、人って歩くからさ、足怪我するとえらいことなんだよね。いや、そうなんだよね。もう足骨折した時すごい大変だったもん。一回死にかけてるでしょ。うん、それで骨折したんだけど、足。俺ひびまでしかないんだよね。あれ。後ろ向き、前向いて後ろ歩きしてたら、理由がくだらねえの。穴があってそこに片足なんか足がちょうど入る穴があって、何それ、そこに左足がブッて入って、でくるぶしがブルッてなって、それでひび入っちゃって、それでひび入っちゃって、あーってなって。お前すげえな、穴落ちるのかお前ぐらいになると。昔話だな。骨は折れたことない。なるほどね。ちょっとじゃあ他にもいっぱいもいただいたけど、次でラストにしましょうかね。はい。あれ、これお名前がわかんないな。お名前が誰か。誰かさん、女性の方。誰なのよ。ちょっと待って、今検索するから。誰これ。これで検索で出てくるだろう。誰？教えて。ビッチョさん、女性の方。ビッチョ。わあ。ろくでもねえ名前だったな。ろくでもねえわ。うちの父はもうすぐ80歳を迎えます。おお。バツイチ同士の末っ子なので、おじいちゃんぐらいの年の父親です。なるほどね。お互い年が離れてからできた子供ってことかな。うちの父は男の料理をする人です。もてなすのが大好きで、人を招いてはイノシシ鍋、ボタン鍋だね、鹿鍋、ドジョウ鍋などを振る舞ってきました。また年末には栗きんとんを作り、お世話になった人や親戚に配り歩くのが恒例行事です。それからこんにゃく芋から作り、こんにゃくってこんにゃく芋から作るの？そうでしょ。芋から作る。あ、芋から作るんですか。芋でしょ。配ったりしています。栗きんとんやこんにゃくを作るときは1日がかりで、大きな寸胴鍋いっぱいの栗きんとんやらこんにゃくやらを年老いた体でぐる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 何時間も聞き回したり持ち上げたりするのを見て、じじいといえ男なんだなと思います。親戚にはお正月には〇〇家の栗きんとんがなきゃと言われるような自慢の父親なので、くたばる前になんとか娘が引き付かなきゃなと思います。いいね。いいじゃん。いいですね。なるほど。ちょっと名前とは全然なんか。ピッチョね。ピッチョ。ちょっと違ったな。ピッチョなんだけどこの人は。ピッチョなんだけどな。でもピッチョなんだね。うちもさ、うちクリスマスになると毎年クリスマス会をやるんですけど、でおとんがクリスマスケーキを作るのよ、毎年毎年。ケーキを焼くんだけど、おとんがもし作れなくなったら終わりだなって話を兄貴としてた。おい、もうケーキは、おい、兄貴も俺も料理できないからさ、ケーキなんて持ってるの他だから。もう無理だなっていう話してると、失われるっつって、あの兵器の味はもう失われる。ロストテクノロジー、そう父もないで終わり。悲しいな、悲しいわ、悲しいわ、それは。そんな感じですかね、皆さんのお父さん話は。なるほど。どうなんですか、君たちのお父さんはご健在ですか、まだまだ。そうですね、まあご健在ではありますね。ご健在ですね。そうですな。変な話とかあるの？変な話。変な話。いっぱいあるけどね。あ、いっぱいあるの？うん、変な話は。でも話したことあるよ。あ、そうか。またちょいちょい出てきてるもんな。しげるは特に。ペイさんのお父さんもちょいちょい出てきてるよね。うちのそうだね、吉明もなかなかなんか銃。銃いっぱい持ってる人でしょ。銃好きなんだって。鉄砲いっぱい。不法所持してる人だよね。違う、そっちじゃない。そっちじゃない。ちゃんとしたやつじゃなくて。ちゃんとしてない銃。ちゃんとしてない銃。うん。結構隣の部屋だったから実家の時。休みの日、日曜日とかの昼間とかだとよく隣からパスパスって言う。え、撃ってんの？え、どう言ってるの？空気を撃ってるってこと？え、なんだろう、ちっちゃめのなんかね、なんだろう、ゼリーみたいなやつで当たる、 BB 弾が当たるとくっつくみたいなものが部屋にあるの。へえ、なるほど。それで、はい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 、的があるんだ、そういうパスパスって。でも俺もエアガンさ買ってた時期あって、全然そんないっぱい買うとかじゃないけど、まあ2丁ぐらいさ持ってた時があって。ダブルイーグルでしょ？いや違う、俺はね、ダブルイーグルじゃないの？ダブルイーグルじゃない、俺はね、グロックだった。俺と一緒。俺もグロック。いやグロックかっこいいんだよ。いやかっこいいっつってグロックを買って、でいつでもってなるやつね。そう、いつでも撃てるように、はいはい、買ったさ、その箱あるでしょ。それをなんかもうどっか立てかけといて、壁を背にして、で後ろをガムテープとかでもう守って、貫通しないように。でそれにパーンって。そう。であといいのはなんだ、プラモデルの箱とかがすごい良かった。ああ、なるほどね。中身抜いて、で後ろやって、で打てばちゃんと箱に入って弾がその箱に落ちるから良かった。やってたやつ。それあれでしょ、一発ずつじゃん、やっぱりカチャってやつ。そう、一発ずつのやつ。うちたまに隣でね、ドゥル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 っていう音がして、なんだと思ったらガトリングでも撃ってた。ミニミ撃ってたわ。やだわ、ランボーじゃん。ランボーだよ。これ見てくれって言って見せられた時にミニミ撃ってた。そう、ちょうど俺もさ COD をやって、 COD4 に出てくるんだよね。定期間中でミニミが。そうでさ、なんかこういうゲームがあるみたいのを、銃が出てる雑誌とか買ってて、これなんかこんなゲームあるらしいねみたいなので、あ、俺それやってるよみたいな話はしてたの。そしたらこれ見てみろっつってミニミ持ってこられて、すげえでけえ。ミニミってだって景気感銃。そう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 、景気感銃。クソ重かった。すげえな。すごいね。かなり。あ、俺ペイさんが知ってるかどうか知らないけどさ、景気感銃ってなんで軽いってつくの？あれは重機関銃があるからでしょ。重機関銃がある。機関銃の中でも軽いってこと？そういうことなのかな。携帯できるものだってことなんじゃない？わかんないけど、普通の機関銃っていうのはもう人が持って撃つようなもんじゃないっていう。ああ、そういうことなんじゃない？戦闘機とかについてたりその機関銃だろうし。俺らね、言うてね、銃に詳しくない。全然知らない。銃を鉄砲って言っちゃうぐらいだから。そうだね。鉄ハウっていうからね。最悪。そうね。だからね、その辺はちょっとわかんないけど。でもコメントで多分これ一番最初に買ったあれなのかな、センチメーターマスターっていうさ単語があって。センチメーターマスター。何の気なしにググったらこれ。うちの兄貴持ってたわ。マジ？このセンチメーター何？センチメーターマスター。センチメーターマスター。これ、この形のやつ。俺の友達持ってた、これ。これ持ってる人いるよね。うん、俺の友達持ってたわ。センチメーターマスター。いや、好きなやついたんだよ。これ多分うちの兄貴持ってたやつだと思うな。エアガン好きって友達に一人ぐらいはいない？いる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 よね。俺そいつの影響で買ったからさ。懐かしいわ。懐かしい。2000円とかしないやつ、プラスチックのやつ。そうそう、プラスチックのね。懐かしい。懐かしいわ。あとね、友達が持ってたやつなんだけどね、ああもうこれもうパクってても欲しいなと思ったやつがベレッタ M92 とかなんかそんな感じの、あるね。かっこよかった。ちょっとちっちゃめのベレッタもなんかでも持ってたっていうか、多分そんな種類なかったのかな、多分ね。当時はそんななかったと思う。しかも小中学生が買えるぐらいのお手頃な値段のっていうのね。ハンドガンタイプだったもんね、ああいう時に買うのって。そうだね。今はアサルトとかさ。そうだよな。そうそう、サブマシンガンとか、なんかグリップの横のボタンってさ、弾のところがシャッて出てくる。あ、そう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 。あれもう永久にやってた。やったー。ガシャッと出してまたガシャンってやって。そう。すげえやってた。すげえやってたわ。懐かしい。それとあと火薬でパーンってなるリボルバーのやつはもう。駄菓子屋のやつでしょ。駄菓子屋のやつね。駄菓子屋のやつ。超遊んでた。あれよかったよね。焦げた匂い好きだったんだよな。もう。わかるわ。すげえ遊んだな、銃で。一人遊びすげえした。いややったやった。いや本当にしたもん。ダイハードごっことかすげえ一人でやってたわ。ああ、壁にやっぱ隠れるよね。隠れますよ。ガムテープで背中に留めて。背中に留めて。やります。旅行行った時とか絶対やるからね。いびかいえって言いながらね。やるんだよね。はい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 。懐かしい。懐かしいですね。というわけで、まあ皆様のお父様、情報をいっぱい教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。まあ皆さん父の日、まあ何をするもよし、しないもよしですが、そうだね。なんか楽しまれてくださいと。はい。じゃあ普通のお便りもいくつか紹介させていただきましょう。ちょっとトイレ行ってくる。おお、珍しいね。行ってくるわ。珍しいね。だいぶこのタイミングで行くのは珍しいね。このタイミングで行くことある？俺もまあ過去に1回ぐらいあるけど。ああ、まあまあそうか、ありなのか。まあなしじゃないけど。なしではないね。なしではないけど。なしじゃないけど。びっくりしちゃったな。なるほどね。そういうこともあるんだね。私のお父さん銃の所持許可証を持ってるから。家に散弾銃ある。わあ、じゃあいつでもいつでも暴れられるね。そうだね。ターミネーターごっこいつでもできるじゃん。本当だね。片手でそうリロードするやつでしょ。足怪我しながらある。あれよかったね。俺さロボコップの銃が欲しかったの。ロボコップの銃ってなんかちょっと四角い重心がすごい長いやつ。はい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 。銀色のやつ。そうそうそう。あれがドゥルルってドゥルルってなる。そんな音だったっけ、ロボコップの銃。鳥が行くとドゥルルってなるやつ。ああいいね。欲しくてしょうがなかったんだよな。ああいうのもまあきっと出てたもんね、モデル。でもやっぱ小さいかったからそういうそれなりのね。多分手が出ない。大熊とかで俺買ってたもんな。ダイナミック起きたね。帰ってきたな。帰ってきたよ。いや始まる前からね、実はおしっこがしたくて行ってから始めなさいよ。忘れてたんだよね。始まっちゃったと思ってさ。大丈夫、すっきりしました。はい。普通のお便りですよ。いいよ。まずは剣道家臣さん、男性の方。三人称の皆さん、こんばんは。よろこそ。今日6月13日、雑談第159回の日は、故・三沢光晴選手の命日で、亡くなってから今年で8年になります。そうなんですよ。だから鉄塔さん張ってたんだ。そうなんです。もう追悼の意味で8年だって。立ちますか。そうですか。立ってるんだ。三沢選手は広島での試合中のアクシデントで亡くなりました。そうだね。私も偶然広島出身で当時中学1年生だったのですが、そのニュースを聞いてとてもショックを受けたのを今でも覚えています。新日本プロレス B 期でしたが、やはりプロレス界においてそのようなことが起こるのはファンとして悲しいことです、質問なのですが、お三方で印象に残るプロレス界の出来事、事件は何かありますか、答えいただくと嬉しく存じます。なんだろうね、なんだろうプロレスは見ねえからな、力道山のことかな。力道山のことは前相当だけど、橋本真也さん、ああ橋本選手ね、まあもう亡くなりになられちゃったもんねとかかな。あといやそんな見てないんだよね、あまり通らなかったプロレス。2人そんなプロレス通ってきてないもんね。ファイヤープロレスリングをやってただけだから、そうファイプロね、その知識なんだよね。はい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 、俺もそうだわ、念仏パワーボムぐらいしか。プロレス、そうか、まあ、あんまねプロレス見ない人とか分かんないもんね。俺小学校の頃と小中とすごい見てたから、東京ドームとかも行ったし、すごいね。そうなんだ、あと地元の埼玉の久喜市民ホールからに新日が来て、で見に行って、天さんに怒鳴られたっていう。どけーっつって。うわ、怖っ。で出てく時なんでもう終わって試合が終わって、でちょっとなんか触りたいなと思ったけど、どけーっつって言われて、怖えと思ったけど、その後バスから手振ってくれたすごい優しい人。さすが天さん。違うなっていう。天山はいいですよ。大好きです僕は。天山広石選手が。ちっちゃい頃重心サンダーライガー、ね、大好きだったな。そのゲームの方でも大好きで、掌底の技があるんだよ。あるね。なんかでてでてでてってやるんだけど。A ボタンとか。そうそうそう。でてでてでてってやると出血するの。みたいな感じで。相手が出血するんだけど、それがすごい好きだった。顔からね。顔からしびれちゃう。出るわ出る出る出る。懐かしいな。あれライガーってさ、なんて名前になってたっけ？カイザーか。カイザー。ね、ファイプロだと名前がね、多分許可取れなかったんだろうけど、名前がちょっと違うんだよね。名前がちょっと違ってた。三沢も氷川とかいう名前だった。そうそう。エルボーの貴公子。三沢も使ってたな、すごく。いいよね。エルボー。タイガースープレックスあるからね。そう懐かしいな。プロレスね。見てはないんだよな。そっか。でもね、唯一ね、なんかうちにねビデオがあったな。本当に。ムタのビデオと、あと名前なんつったっけ、パワーウォーリアーズだっけ、はいみたいないたよね。ほら名前が出てこない。北斗晶の健介ウォーリアーブラザーズじゃなくてなんだっけな、もともと外国でウォーリアーなんとかウォーリアーとなんとかウォーリアーがいてだよね。ロードウォーリアーズだっけかな。でそこになんか健介も混ざったみたいなあったね。それのなんかビデオがあった。懐かしい。へえ。誰が買ったの？お兄さんとかな。兄ちゃん多分ねちょいちょい見てたと思う。なるほどなるほど。プロレスそれで多分ファイプロがあったんじゃないかな。なるほどね。はいいいですね。まあ今日はそういう日だということを皆さん覚えておいてください。素晴らしい青春でしたからね。続きまして、どうしようかな。あやぽんさん、女性の方。はい。あやぽん。堂さん、ペーサーテートさん、こんばんは。突然なんですが、私の悩みと疑問を聞いてください。どうしたよ。私はお酒が得意ではなく、飲んだとしてもカクテルが多く、ビールが飲めない人間なのですが、先週の女子社員の飲み会で、女性社員かの飲み会で、初めて一緒に飲んだ上司、未婚の30代女性から「1杯目はビールに決まっている」と言われ、社会人のくせにそんな常識も知らないのかと1時間近くぐじぐじと説教を受けました。困った。しかし先日飲み屋で居酒屋に行く道中、男性社員が「女の子はビールよりカクテルを飲んでる方が可愛いよな」と話していたのを聞いた上司は、居酒屋に着くと1杯目なのにカクテルを注文。うわそれを見た私は、あ、今日はカクテルでもいいのかと思い、同じくカクテルを注文、その数分後に上司から呼び出され、昨日言ってるのになぜわからないの、ビールでしょとまたもや叱られました。私が○○さん、上司が頼んでいたので今日は大丈夫なのかと言ったところ、空気読みなさいよ、本当に使えないわねと言い捨てて席に戻っていったのです。めんどくせえ。私が空気を読んでビール、上司だけカクテル、それを見た男性社員たち、〇〇さん上司かわいい的な展開にするべきだったのでしょうか。いや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 、1杯目ビールというのは常識なのでしょうか。3人称の皆さんのご意見を聞かせていただければ幸いです。これに関しては僕とペイさんはちょっとね、そう、もうね、ちょっと弱いので、もう1杯目絶対ビールでって言われた瞬間なんかもうがっかりするし、あ、大丈夫ですで、あはウーロン茶で、大丈夫ですはジンジャーエール、ジンジャーエールで大丈夫です。そうね、正直そんなそこまでね、その何当たり前みたいなのはねないと思うんだわ。ビールじゃないとダメみたいなのは、はいはいはい、正直ないと。あれでしょ、要は注文どれにしようかなっていうのが面倒くさいから、とりあえずビールってことでしょ。そう、それなんだよね。で俺は飲めるようにしたんだけど、結局まあバンドでさ打ち上げがあってさ、でまあみんなやっぱさっさと飲みたいわけ。はい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 。でまあ面倒くさいからとりあえずこれいいよね、とりあえずビールいいよねっていうような感じの流れもあったし、まあなんかビール飲めた方がかっこいいなっていうのもやっぱあったから、じゃあまあ飲めるようにしようと思って頑張って飲めるようにしたんだけど、で別になんだっていいんじゃないかなと思うけどね。そうね、正直どうなんだろう、やっぱ環境でそういう風に変わるのかな。いや多分ね、ほんと環境次第だと思う。いやそんなん言われちゃったらね多分その人もずっとそういう風に言われて、そう多分そう言われてる環境にいたからそうなんだろうね。俺まあ自分はカクテル注文してるわけだけど、そうそうそうね、俺は今までそんなん言われたことなかっただから、はい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 、そういうビールがまだ飲めなかった時もさ、やっぱそういう場はあったけど別にね言われなかったよね。なるほどね。ビール飲めないからって、それはその人がちょっとあれなんじゃないですか、そういう道をちょっと通ってきちゃったから。なるほどね。うるさいのかもしんないけど、いやね、まあそうね、今後も付き合いがあるわけだからね、上司だからね。そうなっちゃうとねめんどくさいね。そうなのよ、上司だもん。それは面倒だね。面倒いぞ。無視するわけにはいかないから。そうね、うちらとしてはまあそんな常識はねいいんじゃねえかなって思うけど、でも常識があるところもあるんだろうなっていう。そうだね、本当に狭い環境で常識が変わるからもんだからさ、常識っていうものは。いや変わる変わる、本当に変わっちゃうから。だから今後やるならビールとりあえず頼んどいて、でまあ友達にもし飲める、知り合いに飲める人がいるなら、まあちびっとだけ飲んどいて後でこっそり渡しちゃって、自分は好きなの注文するでも全然いいと思う。なるほどね。要は飲ませちゃってあげるわっつって、俺それ一回やったな。俺もね全然いいと思う。ビールがもうしょっぱなから出されてる時とかさではやるな。一杯だけ飲んで、あとこれ全部貴様にくれてやるって言って、全然いいと思う。そんなで別の頼むわみたいな、それはよくやるけど全然いいと思います、そういうので。はいはいはい。それがそれすら言われるかもしれないけどね、その人。まあそうだね、飲んでないじゃないの。飲んでないの人にあげてる。あと喉乾いてるけど最初にあんまり喉が潤わないっていうね、ちょっと待たなきゃいけないからやっぱり、そういうのもあるけどね、なかなか大変ですよ。続いてホワタさん、男性の方。3人の皆さんこんにちは。僕は今メールを打っている時、このメールを打っている時かなに入院しているのですが、具合が良くなってから暇で暇で仕方ありません。そこでポケット Wi-Fi を持っていたので、3人称の雑談放送を聞き返していました。ですがお三方の話が面白くて笑ってしまうと傷が痛み、大部屋なので迷惑がかかる、しかし笑いをこらえても傷が痛むという状況になり、徹藤さんの事故の話を聞いた時に僕も死にそうになりました。俺の事故の話ってバイク事故の話そんなしたっけか、雑談で。どっかでしたかな。なんかしてたようなじゃない？あんま覚えてないな。うんうん。免許関係の時じゃないかな。かな。かもね。それともあれかな、尿を取られた時かな。ああ、かもしれない。なった。尿に管の話かな。ああ、そうかもしれない。止まらなくなったやつだよね。お三方はいつもと違う環境、暇で仕方がない時にどうやって過ごしていますか。いい暇つぶしなどありましたらよろしくお願いします。スマホもない？スマホもないってなると難しいな。スマホもパソコンもない。でも昔はそれで過ごしてたわけでしょ？漫画読む。漫画もだって買わなきゃないよ。漫画もない。そうだね。そうするとどうしようかな。そうするとやっぱり俺のよくやっていた両腕を人と見立てて格闘をさせるやつ。ああ、なるほどね。をやるしかないんじゃない？それかシャープペンシル1個あればそれをばらして、ロケットということにして空中で合体させたり離脱させたりするっていう遊びをするしかないよね。あとドラゴンボールごっこかな。一人でプシューンっつってやったプシューンっつって消えた体にしてで上でまたバカ戦う合うでやつでしょ。そうやったやるでしょ。それやるよ。やらない意味がないからね。そうだね。もし本当に何もなかったらそういうことやるかな。今でもそうだね、やると思う。だって本当に何もやることないしたらそれやるしかないよね。やるよね。人形を持ち出すよね。何でも買えるよね。自分の好きなやつ。そう。自由が一番だと思うわ。無限大だもんね。無限大だから本当に。想像次第で何にでもなるからね。そうだよ。いいと思いますよ。本当自分がもう終わっちゃったけどいいともに出ているやつやりなよ。あ、それすごいね。それなかなかレベル高いよ。いや、これはね。ゲストで。ゲストでタモさんに呼ばれてるやつだよ。わあ、すげえなそれ。そう、これあれマサルさんかなんかでこれネタがあったんだけど、いやこれ本当にやったなと思ったよ。マジか。あれみんなやってないのこれ。あるあるじゃないの？いや、やってねえな。やりはしてないな。あるあるじゃないんだ。申し訳ねえ。実際に行うってことでしょそれを。まあ妄想止まりじゃないでしょ。妄想止まりじゃない、喋るよだから。喋っちゃうとね。いやだから。俺の中にいるタモさんと会話するし、なんとかの人スイッチオンってやるしさ。すげえな。それすげえわ。あれだ、ゲストとして来てるわけじゃなくて、もうちゃんとその日まるまるいるやつじゃんそれ。そう。あ、レギュラースイッチオンにいるってことはすげえな。水曜レギュラーみたいなもん。そうだよ。いやでもスイッチオンのもあれだよ。最後の一人ストラップもらえるやつだよ。一人にするやつ。そう。あれはすげえ。うわ、そこまでやんのか。やらないとダメだよ。そこまでやんないと。あれみんなやんねえんだ。それはねえな。みんなやってるんだと思ってた。マジか。ちなみに誰紹介すんの？そしたら。まあその当時、俺がだからどの手で出てるかによるよね。ああ、そうだね。うん。例えば役者だとしたら一緒に共演してる人だよね。多分その当時だと西村雅彦さんとか一緒に共演させてもいただいていたから。俺はそうか。すげえな。それさ、共演させていただいてたから舞台で。それマジ無限大じゃん。無限大だよ。何の手でもいいから出れるわけでもね。そうだよ。あ、それすげえわ。超いいじゃん。それ超いい遊びだな。これはね、いい遊びですよ。やったらいいと思いますよ皆さん。暇の時に初めて広がる。タモさんと仲良くなるよ。それはすごい。そうだよ。だって話してるわけだからね。話しちゃうもんね。実際に声に出すわけでしょだって。そうだよ。すげえわ。いや、そうですねっつって、最近はどうですねみたいな。やんねえんだ。やんねえわ。俺初めて知ったわ。みんなやんないってこと。やんないよ。信じられない。いいとも出たことないんだ。じゃあみんなねえよ。まだないよ。じゃあ出ずに終わっちゃったね。いや、終わっちゃったよねえ。いや、それならやっときゃよかったな。ね。そうだね。本当だよ。今だと多分まあ1年1回あるスペシャルとかで多分出るんじゃないかな。12月のやつにどうにか出れると思うよ多分あれに出るってだってさダメじゃん。何があれはもうさレギュラーだった人が出るやつじゃん。まあゲストとして出れるわけ。まあそうだね。まあでもそこはどうにか、そこは自由だからあいくらでも曲げられるからねそう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 。やべえな、うん、それはすげえ遊びだな。ああそうですか。みんなないんですね。はいはい、うん、僕もないですいやねえだろうな、ねえと思うよ。そうそうねえと思う。僕もそんなことしたことないです危ねえ危ねえ。嘘つくわ。しかも嘘ついた。続きまして、はい、どうしようかな。あ、これ読んだやつだな、うん、あれこれも読んだやつだな。読んだっけ、してなかったなあれ。タンポポさん、女性の方、はい、うん、初めてメールを送らせていただきました、うん、私には1歳の息子がいて、うんうん、幼児塾、え、そんなのあるの？幼児の塾ってのがあるの？幼児塾に入れているのですが、視野を広げるため将来的に他にも習い事をさせてみたいなと考えています。そこで運動に長けているペイさん、うん、音楽の才能を持つドンさん、うん、文才が秀でている鉄道さんに幼少の頃何か習い事をしていたのか聞きたいです。お願いしますと。いや俺はね習い事が嫌いな人だったね。嫌いそうだね。極力避けてたんだよね。これやりなよって言われたら嫌だって全力で言ってたけど、唯一やってたのは水泳かな。ああ俺もプールやってた。ああ水泳は俺も全速持ちだったから多分だけど、水泳とあとまあ普通に塾かな。はいはい、のみでのみだね。他はなかった。なるほど。うん、俺は習字でしょ、うん、剣道をやったね。おお剣道行った。剣道やってた。近くの公民館かなでなんかやってたからだと思うけど、うん、日曜の朝かなんか剣道やりに行ってたね、子供の頃。へえ。ピアノでしょ、ヤマハ音楽教室。あらそろばんやってるね。めっちゃやってんじゃん。うん、あとまあ野球でしょ、ホワイトソックスでやってたから俺は。ああ言ってたね。ああやばいね、ホワイトソックスまだあると思うんだよな多分。あとそんなもんかな。あと水泳か。あそうか。あと学習塾ね。野球も入るか、習い事。野球もまあ一応入るんじゃないかな。俺もやってたな。そしたらほぼ身についてないけどね。いやそうなんだよね、俺もほぼ身についてないわ。そう、うん、身につかなかったな。だってスイミングスクールなんてさ、うん、疲れ切ってその、うん、なんか帰りバスで送ってもらうんだけど、うん、そのバスの中で食べるあのセブンティーンだっけエイティーンだっけ、なんかあのアイスクリーム、ね、アイスクリーム、ああセブンティーンアイス、それだけがもう楽しみ。わかるわ、俺もそうだったもん、うん、それだけだったもん。美味しいんだもん。美味しいんだもん、うん、本当にわかる。それだった。なんだろうね、どうやればやる気が出てたんだろうな。いやわかんない。俺さもうちっちゃい頃からファミコンがあったから、あもうだから要は家でもうファミコンがしたくてしょうがなかったの、ね、楽しいことがね見出せないとやっぱ続かないよね。そうなんですよ。家にいたかったから、うん、もうずっとちっちゃい頃から。うん、だからねちょっと難しいよね。やっぱ楽しいって思う瞬間があれば続けてたのかな。ほとんどの習い事なかったからな、そう思う時が。でも今思うとやっぱそろばんとか習字とかはちょっとやっときたかったなと思ったけどね。ちゃんとやってればね、いろいろ変わったんだろうな人生が。そう前もちょっと話したけど字汚ねえからさ。いやわかる本当に。うん、習字はね、習字とかその辺はやっとけばよかったな。先生でもいいし、ちょっと習字に関しては今でもやってもいいなって思うぐらいだもん。まだ今からでもさ僕なんのかなって話なんか前もようなしたような気がするけど、なんのかな実際。なるでしょ、でしょ、なるなるでしょ、なるでしょ。本当かい。ちょっとねピアノは小さい頃からやんないとダメって言われたな。うんでしょうね。なんか小学生までみたいなじゃないと手が動かないみたいな、あれでしょ、なんだっけ、神経の問題でしょ確か。そう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 。ああ。薬指と小指の神経がうんぬんみたいな話。何かやりづらくなるって言われた。へえ。だった。そうなんだ。うん。じゃあ早めの方がいいのかな。ピアノとかおしゃれ。まあね、でもお金かかりそうだよねピアノは。そうね。俺ピアノって言ってたけどエレクトーンだったかな、そういえば。エレクトーン？エレクトーンだったかもしんない。ピアノってちょっとなんか調子に乗っちゃったかな、ほとんど一緒だけど。エレクトーンだったわ。なんでトーンの部分なんでそんなに力強くいくの？うちにそういえばあったわ、エレクトーンあった。なんでそんなに気持ちいいその頃が。そうでもないと思う。いや俺久しぶりにエレクトーンって言ったと思ってさ、あんま言わなくないもうエレクトーンって。エレクトーンは言わないね。エレクトーンって何？うるせえわ。うるせえな。何エレクトーンって？エレキテルのトーンなの？トーンってなんだよ。いや分からない、俺も全然知らないけど、その何、ピアノがちょっと何電子っぽくなった音みたいな、そういうことなんじゃないの？足があるやつは何？あれエレクトーン。あれはエレクトーンでしょ。ああ。足の部分あるやつね。ちょっとあんま分かんないね。うん、ちょっと分かんない。なるほどね。続きまして、あ、ちょっとおまめちゃん読んどく。あ、いいですね。おまめちゃん。おまめちゃんは皆さんから勝手な知識を教えてもらおうというやつです。合ってるか間違ってるかは分かりません。はい。脆弱さん女性の方。USB のプラグは表と裏の見分け方があります。USB 表と裏か分かんなくなっちゃう時ありませんかみたいな。USB のプラグに1本の筋が入ってます。その筋が入ってるのが裏らしいです。おちんちんにも裏に筋があるのでこれで覚えましたね。やった。何言ってんの？こいつ何言ってんの？知らねえ。知らないよ。書いてあるの。何が？なんて書いてあるの？USB のプラグには1本の筋が入っています。その筋が入ってるのが裏です。おちんちんにも裏に筋があるらしいので、これで覚えましたね。やった。バカなんじゃねえ。やっただって。うん、やっただって。やっただってよ。うん、でも本当に筋があったよ。おちんちんじゃないよ。おちんちん。おちんちん USB の話ね。ちょっと見ちゃったけどな。あれらしいですねってんだよ。どっから目線で喋ってんの？何が？この人。女性だからね。やっぱ女性だからちんちんついてない。あるらやっぱらしい。らしいらしい。実際にはちょっとわかんないけど見たことないから。見たことねえのかな。見たことないでしょ。見たことはある。いやないんでしょ。見てるよ。暗くしてる。大体裏側しか見てないでしょだって。そうだよ。そういう時は大体裏側しか見てないでしょ。あんまり表側で見たことないでしょ。そうだよ。表で見る時ってだってね69あたりだろ。でもさ結局裏にならない ？69？ あ69も裏だな。そうでしょ。だからむしろ普通の方が。でも普通の方行く瞬間行く瞬間はそうだけど違う行く瞬間って何？違うそのエレクトーンの話してまだ違うトーンの部分じゃない今ちょっと間違えたわその69とかそういう部分で行くその行為に挑む時は大体こうやっぱ裏からじゃない？ああ、まあ基本的にねそういう状態になる時がまず裏側を見せている時があるからね。そっちじゃないんだけどね。そっちの話じゃねえんだよ。USB の話。今全部 USB の話だからね。そう。わかりますかね皆さん大丈夫ですか ？USB の話だよ全部。全部 USB だ。続きましてウルトラ乳首ボングさん男性の方。どうなってんの？バカなんじゃねえかな。ライオン、うんうんライオンは、メスからエッチに誘います。そうなんだ。雑談放送を聞いていて、放送のメールで女性からエッチに誘うのはいかがなものかという質問をたまに聞くのでと、うん、いうことでのモアメちゃんで、ライオンは女性かららしいぞと、うん、いうことらしいですよ。なるほど。ライオンもそうだから、じゃあ人間もいいじゃないかってこと。そう、いけんじゃねえかっつって、うん、いいじゃねえかみたいな。それ、続きまして、うんランチューさん、男性の方、うん、ランのマメちゃんは以前の放送で、うん、トリケラトプスの名前が消えるかもしれないとドンさんが言ってましたが、俺が言った？いつだっけそんなことだっけ。嘘、俺言った？そんなこと言ってたかな。俺言ってた？うん、でこの人が書いてるから多分言ったんじゃない？マジで？俺そんなこと言う？トリケラトプスの名前が消えるかもしれないって。俺そんなこと言ったの？多分。俺、うん、そうだっけ？いやもう言ってんじゃねえか？この人が書いてるから言ってんだろ多分。あ、嘘、俺そんなこと言うっけ？うん、言ってた言ってた。トリケラトプスの名前が消えることはありません。ああ、よかったじゃん。ドンさんが言ってたけどね。あ、マジで。あ、そう。ただ消えるっていうような噂はあったらしくて、どうしてこんなそういう騒動になったかというと。トロサウルスという禁煙種が、うんトリケラトプスの親ではないかっていう説が発表され、うんうん、たんですよね、うん、トロサウルスっていうのがいて、うんうん、すげえトリケラトプスと似てんなと思ったら、こいつ成長してったらトロサウルスになるんじゃないみたいな、そういう説があって、うん、で結局、トロサウルスになっちゃうのだから名前が消えてしまう、トリケラトプスはいなくなっちゃうんじゃないかという誤報が広まったんだと、うんしかし実際はトリケラトプスの方が先に発見されたため、消えるかもしれないのはトロサウルスの方であるという。これはですね、僕調べたんですけど、うん国際動物命名規約というのがあって、うんうん、まあ要は多分名前つける時のルールみたいなのが国際的に決められてるんだね多分ね。それで基本的には時系列上先に記載された方を有効するとする。あら、なるほど。なるほど。あったもん勝ちだ。そう。最初に記載されたのはトリケラトプスが有効であるので、トロサウルスが消えるであろうと。なるほど。でまたトロサウルスはトリケラトプスであるということに関しては、うん、まあこれ2011年のデータだったんですけど、うん、まででもいくつか反論は出ていて。うんそのまま一般論として定着しているというわけでもなさそうだと。なるほど。いうことらしいですよ。なるほどね。でもトリケラトプスがいなくなるみたいな話、俺なんかで聞いたし、言った記憶もあるな。てか鉄道さんだよね。多分言ったの。俺なんじゃねえか。多分鉄道さんだと思う。鉄道さんは分かんないけど、でもそういうことらしいです。なるほど。続きまして、恐竜好きのゴールデン。これまた恐竜の豆ちゃんですね。今回は、うん、面白い名前の恐竜を紹介します。うん、最近オーストラリアで発見された首長竜。うんうん、この首長竜はオーストラリアの地名から取られているんですが、うんその名もエロマンガサウルスと言います。エロマンガサウルス、エロマンガ島ってあるもんね。あるね。発掘された現場がエロマンガ盆地と言い、その名前から付けられたそうです。これ実際調べたらローマ字でエロマンガサウルスって書いてあった。マジか。かっこいいじゃん。実際どういうふうに発音するんだろう。エロマンガって言うんじゃない普通に。もうエロマンガ、エロマンガな、R 巻くぐらいでしょだって多分。エロマンガ、すげえ。恐竜お豆多いね。恐竜好きがね隠れてるね。主にこの恐竜好きのゴールデンが送ってくるんだけど、ちょっとそうか、さっきは違う人もね送ってくれた。宇宙博士はいねえのか。宇宙博士はねまだ宇宙にいるんじゃねえかな。まだ宇宙にいる。帰ってきてない。帰ってきないんじゃないかな。宇宙話も聞きたいな。確かにね。一度特集組んだけどね。そうだね。特集組んだけど。途中でよく分かんなくなっちゃった。よく分かんなくなっちゃった。宇宙がやっぱ広すぎて難しいから。続きまして、枕返しさん、女性の方のお豆ちゃん。真っ赤な車に乗っている。もしくは真っ赤な服を着ている。真っ赤が好きな女は性格が悪い。それは自分の感覚、うん、真っ赤な車に乗ってる真っ赤が好きな男は気が弱い、うん、だけど派手な女が好き、うん、っていうお豆ちゃん。どこ情報なのそれ。てめえ情報じゃねえ。クソほど主観じゃないそれ。それ、うん、まあこの人は、私調べだっていうふうに書いてる。てめえ調べかよ。すげえな。でもだからこの人の多分統計取ったじゃん、1000人ぐらい。あなたの統計学的にはね、多分1000人だからそれ以上の。取ったら性格悪いなあか好きな女ってなったんじゃないかな。多分マジで。そこまでやってくれたんならそれは申し訳ない。そうだよ、うん、だから赤好きだけどなって言ってる人、この人は女性だったら多分性格悪いんじゃないかな多分ね。なるほど、赤が好き、性格悪いんだ。そうわかんないけどね。超大きなお世話じゃん。やばいね、偏見の塊だったけどすごいね。恐ろしいもんね。すごかったわ。おそらく一人二人だろうね。うん、いいですね。そんなもんかな。まめちゃんはこんなもんですかね。はいはい。どうした？いや面白かったなと思って。あ、面白かった。いいですよ。いやまあ本当かどうかわかんないくてもね大丈夫。そうだね。一応ルールとしてはだからみんながね広めるときに注意してもらえば。そうですよ。本当そうだね。さっきのその自分あれだけはまずいね広めたら。でも言うのは自由だから。言うのは自由。広めるのも自由だけど、俺ら責任取れない。うん、そうだね。はい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 。いいですよ。すごかった。面白いね。面白かった。では最後。はい。クラウンさん男性の方。はい。谷上さんはじめまして初投稿です。はい。私は今。ああ喉が今喉泣きそうなったよ。お、なんか飲んだ。ああ、よし大丈夫です。何飲んだの？リンゴジュースです。なんで？なんでそんな可愛いの飲んでんの？いや病み上がりだから買っといたの。私は今オーストラリアのパース。パース。左端の方だよね多分ね。パースの大学に入学して1年経つのですが。近いな。日本に3年間付き合っている一つ年上の彼女がいます。ほう。うん。遠距離だね。遠距離だね。その彼女に卒業と同時にプロポーズをしようと考えているのです。あらら。おお。私は、正直教授に気に入られていて、うん、就職先が3つほど決まっています。うん。すごい。就職先3つ、まあ、ここいいよみたいな感じか。こちらで一緒に暮らすか。日本で暮らすかは相手にお任せしますが、うん、肝心のプロポーズのタイミングが分かりません、うん、正直どうやってやるのかどれが正解なのか、うん、必要なものは何かなど周りに聞いてみても10人十色、日本の友達の連絡先は日本に置いてきてしまいましたし、うん、しかもいろんな国の文化もあってもうちょっとよく分かりませんと、うん、なのでサニーショーさんの意見と理想のタイミングを教えてくださると幸いです。これからも三人称クオリティを貫いて頑張ってください。Thank you for reading。で、急に出して英語が書いてあった。急に最後出してきた。そんなんさ、そうですよ。タイミングなんてないんじゃないの？プロポーズのタイミングなんてないの？絶対ないでしょ。思った時でしょそんなの。思った時ならいつでもいい。自分が準備していけるって、まあ、指輪なら指輪ね、してそれを好きなタイミングで言うんじゃないの？それが分かんねえんじゃねえだから。多分結局そのここだってまあそのもろもろのね何個人のさスケジュールがあるからさ分からんけどさ、そんなんやってこないでしょ結婚のプロポーズする日なんて多分。なんか記念日とかさ、プロポーズ日っていうのはないの世の中に。絶対やってこないでしょ。記念日とかなんかその辺に当てればいいんじゃないの？そういうのをきっかけに自分でしてやるもんなんじゃないの？なんか1月1日入籍しましたとか、12月25日入籍しましたとかさ、なんかそういうのあるじゃん。あるある。あとは何ですか？いい夫婦の日とかですか？ああ、エレバントカシマシ出るとこだったね。歌のとこだった。エレバントカシマシ出るとこだった。冷めた面して歩くとこだった。よかった。危なかった。危なかったね。危ない。ギリギリだよ。なるほど。うん。じゃやまあいつでもいいぞと。いつでもいいんじゃないですか、そういうの。あ、必要なものは何？プロポーズするとき花束でしょ。うん、花束。どうなんですかね、ちょっとわかんないけど。花束なんていらないでしょ。花束いらないんじゃないですか。いらないの？クッキーの中にあれでしょ。プルタブ、プルタブ？プルタブでしょ。今あるのかどうか知んねえけど、ああいうやつ。プルタブいるでしょ。最悪。最悪ね。プルタブかあのボルトみたいなやつ、ナットか、ナットがいるでしょ。いや、何もいらないの。サインをしてもらった方がいいじゃない、せめてなんか結婚しますっつって。契約書？口約束だけでいいの？最初は口で約束。それだってさ、寝て起きたら変わってるかもしれないじゃん。それはそれでもうしょうがねえじゃん。しょうがないの？それ。しょうがない。変わられちゃったらしょうがないよ。マジかよ。そんな軽いものかよ。知らねえよ。知らねえよ。その二人のだもん。そっか。まあ指輪じゃないですか。やっぱ指輪はいるよね。それはいるよ。そらね、婚約指輪っていうものがあるんですから。あとはちょっとした、ちょっとお高いレストラン。ああ、そうね。食事。夜景の見える横浜の。そうだね、横浜のやつね。30何階あたりのサンドバックタワーのさ、なんか。そうだね。中華で中華。別に中華はバカにするわけじゃないけどさ、なんかちょっと合わねえな。ちょっとなんか麻婆豆腐の中から指輪出てきたな。それあれすぎるよ。あれっつって。ダメか。それが通じる相手ならいいけどね。指つけれねえよ、熱くて。せめてライチだね。ライチから。入れるな食べ物に。ライチに入れるのよ。やっぱでもなんかなんとなくのイメージであるよね、そういうさ、まあ定番じゃないけど、まあこういう風な雰囲気、こういう風な場所でこういう風な私か、まあそうだね、なんかドラマとかでよくあるようなね、あれはやっぱみんなやってるのかな。あれ君たちちなみにプロポーズはまだしたことないよね。したことないです。ないよね。それがしたことあったらちょっとあれなんだけど、失敗してる。そうだからね。そうだから失敗してることになるもんね。いやでもまあ別にそう経験者として一応胸張って生きてってもらいたいんだけど。でも一回経験してるけどってなるとそれは恥ずかしいからな。恥ずかしい。さすがに恥ずかしい。まあ確かにね。ないですねまだ。そうや、じゃあ実際自分があってたと。やっぱ同じようにすんのかな、皆さんがやられてる、やられてる頭で想像しているようにやんのかな。まあなんか、まあ、食事の席か、まあなんか落ち着けた場所で渡す。山下公園で。いやーそれはねないと思う。なんで横浜なの全部。違う。そっか。別に部屋とかでも全然問題ないと思うけどね。あ、本当に全然問題ねえと思う。結婚しようかみたいな感じで「おい」ってそこのさ玄関にあるのちょっと取ってきてくれる。うわーいいね。あ、冷蔵庫の中にちょっと入ってるからっつって、麻婆豆腐入ってからちょっと取ってきて。なんで麻婆豆腐好きすぎたら作ったんだなっつって、なんで中に入れちゃうの。その中に入ってるから見てる。それ失敗だよ。下手くそすぎんだよ。失敗だよ。ダメか。そうかそうか。なんか変にさ、そうなんだろう、硬いというかさ、雰囲気作りしすぎるのもちょっとね。なるほどね。変な感じする気もする。確かにそうだわ。あれでしょ、しかもプロポーズする時って結構さ、なんだ、要はあんま賭けでやることってないよね。いや、そうそうないと思うよ。多分ね。一応そうだね。一応勝ちからいけってことってあんまない。ないよ。確信を持って。大体もうお互いのそのなんかなんとなくの了承みたいのがあって。まあそうだね。だからまあなんだろうな、失敗もそんなに多くはない。まあもちろんね、いろいろあるんだろうけど、いや実は結婚はできないんだみたいなのもあるかもしれないけど、大方成功、まあそうだと思いますよ。見込みが高いわけだよね。考えれるようになってるってことはまあそういうことなんじゃないかな。はい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 。なるほどね。だからまあ、いやそうですか。まあでも我々も本当ですよ、いずれプロポーズしなきゃいけないんですよ。いやそうですね。てかするべきなんですよね。やっぱしないとダメ、そういう。いやーもうラーナーでってこと違うごめんラーナーで付き合ってくってこと違うどういうことちゃんとしなきゃダメ。ああその口約束じゃないけどさ、そういう何、そういう場を設けなきゃいけないサプライズとかってみんな好きなの？いや別に一緒に買いに行くとかでもいいんじゃない？別にそれ全然いいと思うよ。ああいいの？うん全然いいと思う。行こうよっつってそれはどう鉄道さん、それはどうかな。何か俺そのサプライズとかあんまり好きじゃないけど、指輪を一緒に買うはちょっと想像できなかった本当？あれだよね。でもねリングいっぱいあるんだよね、なんか種類がね。何個とかあるでしょ？そういう意味じゃなくてさそういうことじゃない。プロポーズの時のリングと結婚式の時のリングってなんか違うでしょ？婚約指輪と結婚指輪は違う。結婚指輪は一緒に買いに行ったりするのかな。なんか奥さんとなる人がなんかこれがいいあれがいいみたいな。あ言うんだ。言うんでしょどうせ。その辺のちょっと指輪事情があんまりよく分かってないから、どうせってなる。なんか言うんでしょ、あれがいいこれがいいこれが10万高いけどこれでいいわよねみたいななってさ。だからそのマジかよみたいな。あれさ指のサイズってあるからさ、何個ね。ちゃんと知ってれば問題ないけど。あれさどうやって内緒で分かるようにするの？あれは寝てる時になんか世界粘土に指入れてもらっていいっつって。ダッて入れてもらう。それ以外ないでしょ。どうやってさ、そのじゃあサプライズで指輪を作るっつったらさ、難しいよね。だなんか全然関係ないんだけど、そういうんじゃないんだけど、指輪ってどんぐらいのつけてんの？下手だな。全然そういうんじゃないからあれなんだけど。関係あるじゃないかよ。マイケル富岡触ればわかるらしいよ。マジですげえじゃん。すげえじゃん。天才かよ。それすげえな。なんだ。指輪わかんないよね。わかんない。実際わからないわ。自分だってわかんないのにだって。そうだよ。自分のあれもわかんないもんね。いやわかんない。わかんねえな。絶対わかんないわ。どうすんだろうな。わかんない。俺ってさ指輪とかすると取れなくなるタイプの指してんだよね。関節がちょっと真ん中が太いの。俺もそっち系。俺それでなんか。指取れんじゃねえかぐらい苦労した記憶があるわ全然ダメだっつって。そういう場合面倒だね。その先はさ細いけど真ん中にいったら結局ちょっとそうだね。だからちょっと入れるの苦労したりするんじゃねえかな俺。それかまあ手術で削ってもらうか。うわ指をここ削ってる。うわえぐいわ。そうなんですよ。なるほどね。なるほどね。まあだからそうか、とりあえず指輪だからそう、指のサイズをどうにかして入手する。そうだね。まあ指輪を手に入れることだよね、まずはね。でもこの人あれだよ、ちょっと遠距離なんだよ。オーストラリアと。これ大変だね、指輪のサイズ粘土渡し送ってなんかねそのペアリングとかさ、なんかもうすでにしてたらさある程度それはいいねわかるけど、それがないとなるとね難しいね。なるほどね。結婚指輪ね、まあ結婚指輪用意する自分で用意してしまえばそれがもうタイミングとなるんじゃないですか。タイミング見つかるんじゃないですか。もったいないもんねそれ使わないと。使った方がいいよそれは。でもまあいいじゃないですか。めでたいはめでたい話ですね。そうね。頑張られてくださいな。自信あったら教えてください。そんなところですかね。はい。というわけで、それでは、今回の三人称雑談第159回は以上となります。はい。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。